母は父方と親戚にかなりひどいことを言われ続けたそうで、父はそれを目視し、彼らにかなりの仕送りしてみたいです。総額奥にはいかないくらいの額になるそうです。70超えた今に至るまで母は精神がかなり不安定になりつつあります。私の人生はただ何だったのかというばかりです。最近は私もノイズオーレになりつつあり疲れました。どうしたらいいのでしょう。まだ父親と一緒に暮らしてるんですね。離婚したら？いや、多分父親がそれなりにお金を持ってて、で、その金に依存している状態で、でも文句が言えないっていう状態なので、毎月の養育費をもらう、養育費とか慰謝料なのかなんかわかんないですけど、っていう契約をうまく作っちゃって、離婚して、別の所帯を持った方がいいんじゃないかなと思います。